国は日本の特農家、国崎農未来代表、大分県国崎半島宇佐地域にて夫婦で営農。若手自然栽培農家として、地域ブランド化と工作法基地再生による地方創生に尽力している。1977年4月7日、東京都江戸川区の出身、岩手県陸前高田市で就農。2011年3月11日、 東日本大震災で農地をすべて失う。2012年1月、大分県国崎市国崎町来裏地区に移住。10月4日、日本の有機農業の未来を考えるシンポジウムのパネリスト。2017年12月1日、毎日新聞経済プレミア、この人、この土地だから生み出せる一品に掲載。村田めぐみ。 Facebook 2017年4月27日閲覧東日本大震災を機に岩手県から大分県へ農業を続けるために農業共済新聞2017年4月27日閲覧日本の有機農業の未来を考えるシンポジウムオルタナ2017年4月27日閲覧国崎半島で育つ農薬肥料不使用 ノンアレルギー米ベー毎日新聞。2017年12月1日閲覧。審査員特別奨励賞。ノーミライ。佐賀新聞。2017年4月27日閲覧。河木の里潤う時から大分県国崎市。小さな旅。2017年4月27日閲覧。ありがとうございます。